番外編動画パート25。今回乗っていく戦車は、ドイツのティア7ライトタンク、スペアパンサー、IC、長いからスピックで、フランスの血が混じった、本当にいたんだかわからない軽戦車ですね。オートローダー砲で、90ミリ砲を3発撃てる個性派ですが、走行はゲーム内でも最低クラスに薄く、走り回るのも、苦手な戦車ですね。マップはステップの南スタート、敵の軽戦車がそこまで仕事をしてこない気がするので、初動は起きて偵察で動物観察と行きましょうかね。今回の試合はプラメンに駆逐戦車を2枚抱えているので、視界提供をメインに頑張りたいです。番外編なので今回も、少し控えめな実況になるかと。少し機動力に不安が残り、結構軽い段差に乗り上げただけで、横転の危険性も伴うのが怖いところ。ではしばし観察してみようかな。90ミリ砲を3秒間隔で3発飛ばせる攻撃的な一面もありますが、弾道が山なりで遅く、走っている遠くの敵に当てるのは結構難しい。精度は悪くはないので、止まっている敵を狙っていった方がいいでしょうかね。攻撃面では、ブルドッグの方が上なのでしょうがね。私はブルドッグの装填時間の長さが少しストレスなので、スピックの方が好きかもしれない。打ち切りと装填は早いしね。さながら、アメリカの T71 と T69 を足して2で割ったような使い心地かも。車体の性能は及ばないけど。でもその2両を今でも愛用している私としては、この戦車は結構私にはとっつきやすかったですね。そういえばこれも、本編にはまだ登場していない戦車ですね。というか、最近乗り始めた戦車です。うむ、これ、東西どちらも、落とされる予感ですね。西に重戦車が裂かれすぎても、撃てるタイミングが少なく、邪魔になるだけ。そうしている間にカッコ撃破されるんだよね。東に味方が少ないと、簡単に押し負けるので、これは、悪い見本のような陣形な気がしますにゃー。とりあえずここの仕事はおしまいだね。かわいい戦車じゃ。71の HD 構えの姿、軽戦車で一番好きな形だったけど、こいつもなかなかええ感じ。東はすでに落とされるねこれ。ちょっとはみ出し者がいないか偵察してみよう。A44 が中央突破かこれ。わかりやすい、非常にわかりやすい負けそうな陣形だ。あ、このスピック、後ろ向きに砲を構えると、俯瞰が大きく取れるんだよね。逃げるのにも向いている。どうせペラペラ戦車なので、前だろうが後ろだろうが同じこと、な気がしてる。ちなみに数戦乗った個人的感想として、エンジン離体の同時大破が多い気がしている。それでいて燃えやすいなど、モジュールの耐久値は低そうだよねこれ。消火器がいらないわけでもないが、修理キット2枚積みの方が粘れる気がしている。そして東壊滅、わかってたことだ。自陣付近の置物になって、プラメンの二人に託すかこれ。そういえば最近、消火器を積むことが減った気がする。消火スキルがあるわけでもないんだけどさ。撃たれて燃えるより、パーツが壊れてやきもきする機会の方が多い気がするんだよね。あくまで個人的な意見だから気にしないでほしいが。レーションだと毎回高くつくし、にわかプレイヤーにはこれでいいかなと。燃えたら燃えただ、味方さんすまないって思いながら、上手に焼けました。って感じさ。まあ重戦車なら、消火器は積みますが、ここを検知とするか。なーに、メルヘン街道の横の草っぱらよりはマシさ。オーロラでも観察しながら、お手製のトランプでもやって待っているとしよう。スピックは比較的小柄だから、隠れる草むらにはそこまで困らない感じだね。少し車高が高いのが気になるのは、きっと中華軽戦車に乗ってばっかだったからだろうな。西も押されてきてんなー。そしてなんかやっぱり結構実況してしまっているなおいら。もっと控えめな感じで行こうって思ってるんだけどな。本編動画を編集するときってのは、何回もその試合を見直して、ここでこういうこと話そうってメモしながら編集するんだけどね。この番外編は、行き合ったりばったりな編集してるんだよね。記憶を頼る感じ？だから編集が終わってみるまで、どういう動画になるかわからんで編集してるんだわさ。本編と比べると、実はだいぶ手抜きである。そして敵が攻め込んでき始めたな。お二人には頑張ってもらいたい。
これ、東の隅っこの自走砲がやられるなぁと思いながら試合をしてたっけな。逃げそびれたか。だがあれを餌に、視界が取れそうかなぁとも思ってたっけな。皆様お揃いで自走砲狩りですか？それが済んだら、またこうして戻ってきてください。私のお友達が、手厚く、おう、もう、て、なあ、し、してくれると思いますので。賢そうな敵はここで姿車体を晒さないか。お帰りなさいませ。そして行ってらっしゃいませ。4枚だけになってしまったか。前回の番外編とは楽だ。負けそうだが、味方信じて粘ってみる。今回は自己犠牲を払っても、勝ちにこだわろう。残った味方が頼れそうだからな、助けを繋ぐ運用だ。というわけで火力支援バッチこい、敵数を減らすのに専念しちゃるばい。まずは一匹。背後から撃たれそうだが、ここはプラメン二人が撃てそうにない位置のこいつを始末するか。いい精度だ。ぐ、これは想定ない、これもな。数を減らす、まだ勝てる可能性がある。そのための手数になら、なってみせようホトトギス。倒したか。一旦スポット切って、スターリンかこれ。む、オイラを無視か？ならばお仕置きだな。く、わかってたことだ、あとは任せたぞ。
というわけで、タスキを繋いでよかったって思える働きをしてもらいました。まあ偵察に専念できたかなぁと。最後は味方に頼る運用になってしまいましたが、あの場面では、あれが最善かなぁ。オイラが遊撃に出るって選択肢もなくはなかったんだけど、プラメンの駆逐2枚の方が、可能性がありそうな感じがしたしね。そして今回はもう一試合おまけの試合があります。番外編の中なのに、番外編、みたいな。先に言わせてもらおう。この試合、戦闘結果が不明なのであります。分け合って戦闘結果が見れなかった試合。でもこれ、実はスピックの乗り出し初戦なのでありまして、試合結果画面はお見せできないけど、動画として記録しておこう的な番外編です。マップはルインベルク来たスタート、走り偵察は苦手って聞いてるし、中央通路に入り込むか、といった心境でスタートです。あれ？ダブルスピック、運用かぶったし。危ねえなこれ、簡単に横転しそうな戦車だなぁ。プラメンは重戦車で市街地攻めたし、ペシペシダメージを入れるのが仕事かなぁ。頑張ってみっか。はぁ、これなんか、味方のスピックに向けた弾な気がする。でも初動バレてたしなぁ。いい反応だなぁ。とりあえず適当にぶっ飛だな。オイラのスピックのスペックじゃ、絞るほど時間なさそう。一旦引いて様子見だな。東がもう少し圧力かけてくれないと、打たれ損な気がする。それに初戦だったのもあり、スピックにまだ慣れてないんだなこれ。こいつの不思議な機動力に困惑中です。あ、お前こっから市街地入り込むのかよ、変わり者だなぁ。それ、下手したらお尻撃たれるぞ。まだ東側が安定したわけじゃないしな。どうやらドンパチ始まった模様、参加してくるか。これ、精度いいなぁ、なんて思いながら撃ってたっけなぁ。初戦ということもあり、まるで機動力を手にした T6 級のような運用ですね。ある意味いきなり偵察を求められるマップじゃなくてよかったな。乗り出し初戦ってさ、いろいろその戦車の特色掴むのに苦労するでしょ？こういう落ち着いた感じでよかったわ。東側は抑えたか？市街地の援護した方がいいかなぁ。む、スターリンプリー、あれを撃ってみっかな。だがバレてしまったな。やっぱりそうですよねー。でもあと2発撃たせてくださいまし。ここはちゃんと絞ってもよかったな。あいつしか車線にいなかったわけだし。流れてくるか？お尻を撃てるだろうか？死んでしまったか。なんかまるで、ヤドカリみたいなことしてんなぁ。スターリンプリーのお尻、今度こそ撃てるかな？今引いていこうとしてたな、いけそうな感じ。リタイギリだったか、仕方ない。ゆっくり絞るのは危険だしなぁ。そしてこっち見てるなこれ。装填入れるか。あ、
中央にイナゴが来てるのか、あれの側面あたりを狙えるかな。あれは味方スピック追っかけてるやつだな。数発入れられそうだ。お、3発プラスインカが入ったね。これはうまうまだな。よし、また市街地にちょっかい出しに行ってくっかな。今度は余裕があるね。一発余ったな。奥の彼にプレゼントすっか。これでよし、勝ちましたねこれ。とまあ、ダメージ2900と、なかなかうまうまな乗り出し初戦でございました。先に流した試合と比べて、偵察は皆無でしたが、火力の良さをお見せできたかな。以上、今回は試合結果がないのでここまでになります。ご視聴ありがとうございました。